土曜日は女子プロレス番外編、どうもブリッジハイです。本日はですね、ちょっと異例なんですけども、先週の土曜日に、スターダムの、旗揚げ記念日の10周年、旗揚げ記念日について話させていただいたんですけども、ちょっとね、語り足りないということで、もうちょっと話させていただこうかなと思い動画を撮らせていただいております。ちょっとね、今日話すのはもう他でもない、この試合ですよね。中野タム選手対ジュリア選手。皆さんどうでした？やっぱこの試合、すごくなかったですか？泣かなかったですかね？まずね、僕実際に現場に見に行ったんですけど、この中野タム選手がまず入場してくるわけですよ。いつもの歌が流れてね、バーンって出てきて、なんかでっかい槍みたいなの持ってこう入場してくるわけですよ。したらね、これはベルトをかけた試合とか、大きいビッグマッチとかだと、この光景よく見るんですけど、よく見るというか、なんですか、際立つんですけど、ロープにね、ロープをこう、仲間が開けるんですけど、そのロープを開ける仲間が、同じユニットのコズミックエンジェルスの、二人が来てですね、こう、頑張ってこいよ、タム！頑張れ、タム！と言わんばかりに、こう、ロープをこう開けるわけですよ。で、そこの二人の間をくぐって、まず中野タム選手がこう入場すると、もうね、ここでちょっともう、うるうるっと来てますよね。この歩く姿とかも堂々としてて、緊張はしてる、緊張はしてるんだけど、絶対に勝つんだ、絶対に私は勝つんだっていう自信と覚悟はある。それでこれまでやってきたプライドも滲ませるようなね、顔つきでね、こう堂々と歩いてくるわけですよ。で、そのリングインして、でもどうしても緊張してるわけですよ、中野タイム選手。このリングサイドにね、この持ってるベルトをこう置くときに、下に落ちちゃったりとかね。なんか、ちょっと普段だったら犯さないようなミスとかも犯すんですけど、それもね、なんですかね。タムちゃんらしいというか、これって本当に悪い意味じゃないですよ。タムちゃんの本当に魅力なんですよ、そういうのが。なんか本当に応援したくなると言いますか。なんですかね。めちゃくちゃ絶対に完璧女。めちゃくちゃ強くて。もうめちゃくちゃプロレス上手くて、もう自信に満ち溢れててっていう女子プロレスかって言われたら、女子プロレスラーかって言われたら、僕はそうではないと思うんですよ。ちょっとインスタとか見ててもちょっと疲れちゃってちょっと病んでるからみんな一言ちょうだいとかそういうのも言うんですよ、インスタで。なんかそういうのもね、人間味っていうんですか、そういうのも魅力の一つなんですよ。っていうかそれがプロレスラー中野タムなんです。はい。で、そういうのもにじませつつ入場してきてね。で、次はもうジュリア選手ですよ。もう堂々たるもんですよ。銀色のショートカット。もう銀の狼のような凛々しさ。で、こう歩いてきまして、したらまあ、もちろんこのリングをこう、このロープをね、上げるのはね、ドンナ・デルモンドのメンバーガーって集まってきて、それもまたかっこいいんですよ。なんかドンナ・デルモンドのメンバーって、一人一人がなんか特徴的じゃないですか。なんかこのオールスターみたいな、アベンジャーズみたいな。それがこうガッて上げてね、アベンジャーズのリーダー、キャプテンアメリカ、行ってこいみたいな。で、グッ、入っていくみたいな。だからそれの覚悟みたいなのもね、すごい感じましたね。で、ジュリアに関しては、何ですかね。この試合は勝つぞっていう、もちろんその意気込みもあったんですけど、この紙切りマッチ、これは両方にあった思いだと思うんですけど、タムちゃんにも。今まで通りの紙切りマッチにはさせねえぞっていう。もう僕も実際にリアルタイムで見てはないんですけども、昔の紙切りマッチっていうのはなんか、その悲惨な雰囲気といいますか、なんすかね、こう、紙切ってた時もうやめてって泣き叫んでる映像とか見たことあるんですけど、そうはさせねえぞと。これは新しい、ニュージェネレーションの女子プロレスだと。私たちはそうはさせないみたいな、この試合をお客さんがどう見るかっていう、この紙切りマッチっていうものに対する気概みたいな、意気込みみたいなのを感じてね、ああ、誇り高いな、気高い女だなと思いつつで入って。で、実際いざ、カーンとゴングが鳴るわけですよ。したらね、まあもちろん技一個一個の精度も高いですよ。でも何よりも感動したのはやっぱりビンタの張り合いですよね。なんかこの、私たちこんな技できますよ。これやったら効くだろ、これやったらすごいだろとかじゃなくて、意地と意地。もう、ただただビンタの試合。で、ジュリアに至っては鼓膜も破れたみたいですって。中野タム選手なんてもうパッと見たらわかりますよね。顔が真っ赤っかになってもう腫れ上がってるんですよ。でもあの姿って、決して美しいと思いますか？僕はめちゃくちゃ美しいと思います。もう真っ赤っかにしつつも立ち向かっていく。
で、最終的にね、もうめちゃくちゃ会場自体も盛り上がってましたよ。泣いてる人もいましたよ。盛り上がって、最終的に本当にみんなが納得いく形で中野タム選手が勝つっていうね。うん。もう、最高でした。で、その試合が終わった後のやりとりもね、素晴らしかったですよね。まあ、これは土曜日にも言ったんですけど、まあ、この、中野タム選手が、いやもう私は試合に勝って満足だから髪なんか切らなくていい。これタムちゃんらしい一言ですよね。多分タムちゃんってその、すごい女っていう要素を強く残した魅力がある女子プロレスラーだと思うんです。それが魅力。そのタムちゃんだからこそ出る一言。で、それに対してジュリアはジュリアの、そこのこだわりがありますから、恥かかすんじゃねえよと。私は覚悟決めてやってきたの。その覚悟に対してそれはねえんじゃねえかっていう。でもありがとなっていう意味も込めての恥かかすんじゃねえよの言い方。恥かかすんじゃねえよ。で、タム選手に、こう、お前がやってくれと言わんばかりにバリカンを渡すわけですよ。こう、何回も切ろうとするんですよ。もうプルプル震えてるんですよ。中野タム選手も。で、できないと。もうなんかね、うん。中野タム選手。中野タムという人間。中野タムという人間、女子プロレスラー。今までこう、こだわりを持って生きてくるじゃないですか、多分。この服とか見ても流されてないじゃないですか。自分の好きなものをこだわってやってきた。いろんな考えがあってやってきた。で、ジュリア選手もこだわりがあって生きてきた。このこだわりとこだわりが、こう、うまくミックスして、あの二人じゃないと生まれないあの雰囲気、あのやりとり、あの試合だったと思うんですよ。それがね、まあ、くしくもこの、髪切りマッチというね、以前も行われてきた。ただ、その時の雰囲気といったら、泣き叫ぶ人とかが多かった。決して和やかな雰囲気。決して、何ですかね。見て、うわ、すげえ、マジ感動したな、とは、もしかしたらなってないのかもしれないです。もしかしたら、うわ、マジかよ。でも、エモーションはもちろん動かしてますよ。感情めちゃくちゃ動かしてるんで、もちろん素晴らしい試合だったとは思うんですけど、その昔とは違う、何ですかね。あの場にいて、スクリーム。悲惨な泣き声を、泣き叫んでる人はいなかったです。それ、みんな泣いてる、感動して泣いてる人はいましたけど、どこか晴れやかと言いますか、これが新しい女子プロレスのやり方。この、くしくも髪切りマッチという、特別な試合ということで、この対比的になった分、浮き彫りになった、この新しい女子プロレス。華やかで、強くて、かっこよくて、信念があって、それで感動もして、勇気をもらえるっていうね、新しい女子プロレス。これが今の、ニュージェネレーションのスターダムの女子プロレスだっていうのを、バーンとあの髪切りマッチで、示した気がして、ドーンと食らったわけですよね。はい。それがもうね、この髪切りマッチ大成功だったと思います。もしかしたら、賛否両論あったかもしれませんが、僕はもうね、もうめちゃくちゃ良かったと。これからもスターでも応援するぞ。そして中野タム選手応援するぞ。でもジュリア選手めちゃくちゃかっこいいかな。かっこよかったなと。はい。そう思いました。ちょっと今日はね、喋り足りなかったことを喋らせていただきました。以上、ブリジハイでした。